去った峠からの東名高速道路と、国道1号、歌川広重、東海道53時、由井展望台に、設置のライブカメラと、通信アンテナ東名高速道路下りセミ由井地区側、から撮影去った峠は、静岡県静岡市清水区にある峠である。東海道53時では、由井塾と沖津塾の間に位置する。名称の由来は、伝承によれば、鎌倉時代に、 ゆい倉沢の海岸で漁網にかかった地蔵の石仏を当地に祀った古事に由来する。また、東海道五十三時貫原あたりから見ると観音菩薩が横になる姿に見えると言われる。難読地名のため表記を去った峠としている場合がある。また、実第三水準であるの字は入力が簡単ではなく、ネット上では 撮水峠、撮体峠等の不規則表記も見受けられる。富士山と海、高速道路、鉄道等を一望に収めることができる撮影スポット、絶景スポットとして知られ、多くの写真愛好家や観光客が訪れる。札田峠の展望台は老朽化により一時閉鎖されていたが、現在は修復を済ませ共用されている。展望台上には、 ライブカメラや通信アンテナなどあり、インターネットにて24時間365日前景の富士山カメラと道路にズームされている、道路カメラの二つが配信されている。地図去った峠周辺の空中写真。国道1号、東名高速道路、東海道本線が海岸線を襲うように走る。1988年撮影の5枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。市内沖津地区と由利地区の境界付近は、札田山が海へと突き出す地形となっており、古くは海岸線を波にさらわれぬよう駆け抜ける必要があった。このため、同様の状態であった新潟県、富山県境の親淵と並び称されたり、 東海道の三大難所として語られてきた。このため1607年の朝鮮通信誌の江戸初訪問の際に山側に迂回コースとして作られたのが沙田峠である。駿河湾に面した清水港の北に位置する沙田峠は標高93メートルの小さな峠で、峠道はみかん畑のある急斜面の細道ながら、 沖津駅と由井駅の間には遊歩道も整備されている。峠にある展望所からの富士山と駿河湾の景色は、歌川広重の浮世絵、東海道53時、由いにも残されるほどの絶景で、透明高速道路の宣伝材料など、様々な素材にも利用されている。また、ここから見渡せる由い地区西部が、透明高速道路と、 国道1号及び JR 東海道本線が並行して走る区間で交通の要所でもあることなどから通過交通の現況を一覧できるポイントとして財政の民放や NHK 静岡放送局が去った峠からほど近い場所に情報カメラを設置している去ったという名称が去ったと読めて股間が悪いという理由で江戸時代末期の和宮の徳川家持への懇気の 行列はここを通らず、中仙道を通過した。また、百人一首で知られる赤、田子の浦湯ち入れてみれば真っ白にぞ、富士の高根に雪は降りける、山部赤人を訳すと、田子の浦湯と、湯をつけると、田子の浦を過ぎたとなり、東海道五十三時間原、湯井、沖津のあたりで、富士山を見る高台、っ田峠あたりと訳すことができ、ここで読まれたのではないかとも言われる。 また、東海道の難所であった、札田峠は、軍事的にも、重要視され、1351年には、足利高氏と弟の忠義が、1568年には、武田信玄と、今川氏真及び北条氏政の援軍が、この峠で戦っている。現在の国道1号は、海岸線を沿うように走っており、札田峠は、主要道路の位置づけから外れている。 道幅は一車線ギリギリという狭さではあるが、峠の最高地点には、石碑や駐車場などが整備されている。浮世絵に、黒松が点在する姿で描かれていた陰山は、みかんを中心とした果樹や雑木林が広がる斜面となっている。東名高速道路の清水インターチェンジから、峠まで約10キロメートルのところに位置しており、峠のすぐ下には、 透明高速道路の去ったトンネルが通っている。地質的に脆弱であり、古くから地滑り性崩壊による土砂災害が発生する場所として知られていた。特に、結町川では、集落の裏山が地滑り防止区域に設定され、林野町の直轄地産事業が行われてきた経緯がある。去った峠展望台から見える一号線には、 大型の台風が接近するごとに大きな波が押し寄せ、道路まで海水が来ることがある。ガードレールなどの道路設備が壊れ道路に散乱し、通行止めの原因になる。東海道本線の線路までも海水が来て、運転見合わせとなることが多い。ありがとうございます。